はぁ、どうしたんだ霊夢、浮かない顔して。毎朝満員電車で仕事に行ってるの、こんな顔にもなるわよ。なるほど、満員電車にうんざりってことか。もう心も体もボロボロだわ。ふーむ、じゃあ霊夢の気休めに鉄道混雑率ランキングトップ10でも紹介するか。混雑率って何かしら？混雑率というのは、日本民営鉄道協会によって定められた混雑具合を表す指標で、輸送人員割る輸送力で算出されるぜ。なるほど、そういう統計データがあるのね。でも満員電車で疲れてる人間に混雑率ランキングを紹介なんて、性格悪いわね。いやいや、意外と自分が使う列車がランキングに入っていると嬉しいと思うぜ。まあそうかもね、じゃあお願いするわ。オーケー、それじゃあ早速。レッツゴー。それでは早速第10位、と言いたいところだが、実は第9位の電車が2本あるんだ。だから今回は第9位の電車2本から紹介していくぜ。わかったわ。それでは第9位1本目の路線は、横浜地下鉄グリーンラインの日吉本町日吉区間だぜ。地下鉄がまずはランクインね。ああ、輸送人員は8718人で、混雑率は 127%。輸送人員自体は特別多いわけではないものの、車両に対する混雑率が高い数値を出している。車両での人口密度が高いってことね。混雑率は概ねそういう意味になるな。グリーンラインの本来の目的は、横浜の主な生活拠点を結ぶこと。そしてそのことによって人の行き来や、住民の商業活動を活発化させることだった。そういう点で輸送人員が増えたというのは喜ばしいことに間違いないと思うが、混雑率が高いってことは、車両のサイズが利用者数に対して小さいってことね。そういうことになるだろうな。しかしなんといっても地下鉄、車両やホームの拡大は強くは見込めない。今後も混雑時の混雑率大幅低下という、利用者の快適化は見込みにくいかもしれないな。横浜地下鉄グリーンラインと同じく、第9位にランクインしたのは、東京メトロ日比谷線の美濃和入谷区間だぜ。混雑率はグリーンラインと同じく 127% だが、輸送人数がなんと 35,542 人。グリーンラインと比べて電車の本数やサイズは大きいものの、それでも膨大なこの利用者数。混雑率は同じといえど、混雑時に利用した時のストレスはグリーンラインよりも大きいかもな。さすが首都東京って感じね。しかしこれでもマシになっている方なんだ。コロナ以前は混雑率が 157% を超えていた。 157%? っていうとどれくらいかしら。国土交通省の定義では、新聞を広げて読める程度のスペースがあるとされているが、実際にはもっと混雑していると考えられるな。だいたい肩幅くらいは個人のスペースがある、くらいの混み具合とは言われているのね。そうだな、それと比べると混雑率 127% の現在はやはりマシになったと言えるだろうな。どうしても混雑を避けたい場合は、別の線を使うことをお勧めするぜ。少し遠回りになるかもしれないが、混雑率が 110% を切っている線は数多くある。時間よりもストレスを感じない方が大事だ、という人もいるだろうからな。続いての第8位にも、東京メトロがランクインだ。2連続ランクインね。ああ、第8位は東京メトロ東西線の木場門前仲町区間だぜ。東西線の混雑率は 128% と、日比谷線と 1% しか変わらない、が。が？運搬人員の数が比べ物にならないんだ。一体何人くらいなのかしら。東西線の運搬人員、その数驚異の 51,811 人だ。ほぼ 52,000 人。そうだ、この数字は本ランキングでもズバ抜けて多い数字となっている。運搬人員だけに関して言うなら、ランキングダントツトップで間違いないぜ。なぜこんなに利用者が？それはやはりメトロが通る駅付近に住む人口が膨大だからだと思うぜ。これは今に始まった問題ではなく、実は以前からあった問題ではあった。東西線も、もともと総武観光線の混雑を分散させるために作られたからな。ってことは昔はもっと混雑していたということ？ああ、国土交通省による、昭和50年時点での混雑時の混雑率は 221%。想定人員の約2倍の利用者数だった。221%、あまりにも混雑しすぎね。ああ、その改善のため東西線が建設されたが、東西線もその膨大な利用者に飲まれつつある。だが、東京メトロもこの混雑時やラッシュに対して様々な改善策を講じている。一体どんな改善策？例えば電車やホームの面では、ワイドドア車やホームのサイズ拡大で混雑時の遅延を軽減。利用者のキャンペーンでは早朝などの時間の利用で商品券などと交換可能なポイントを配布。またホームや便数の増設など、ラッシュの軽減や遅延減少に努めているんだ。だからすぐには難しいかもしれないが、東京メトロは今後に大きく期待だぜ。第7位にランクインしたのは、JR 信越線の新津新潟区間だぜ。あまり聞き慣れない列車ね。そうだな、JR 信越線は新潟県を通る JR だから。
新潟県にあまり縁がない人にとっては、聞き慣れない路線かもしれない。しかし JR 信越線はこのランキングの元となる集計の前年度には、JR の中でトップの混雑率。そしてこのランキングでも7位と、かなり混雑率は高い傾向にあるんだぜ。なんでそんなに混雑率が高いのかしら。JR 信越線の輸送人員は5665人と、決して多くはない。しかし混雑率は 130% と高いんだが、その理由はやはり車両のサイズだ。東京など首都圏を走る列車は、重量編成やワイドドアなど車両そのものが大きい。しかし新潟は首都圏から離れていることもあり、やはり車両は6両編成など小さいものが多い。だが JR は降雪などの悪天候に強いのも大きな特徴。悪天候時はもちろん、通常も学生や会社員などの通勤通学が利用されることが多々あり、そういった利用者数と車両のサイズが噛み合ってないことが混雑の原因だと思うぜ。なるほど、田舎とも言える場所だからこそ、JR を利用する人は多いということね。その通りだな。やはりこういった首都圏外の混雑には同じような理由が多い。今後 JR はこういった点にも注力していかなければいけないな。第6位にランクインしたのは都営三田線、西巣鴨巣鴨区間だ。都営って言うと、東京都そのものが運営する鉄道ね。その通り、そして三田線は都営地下鉄で唯一今回ランクインした地下鉄だ。運搬人員は 2,922 人とさすが首都という人数、そして混雑率は 131% となっている。なんでそんなに混雑するの？混雑理由としては主に2つ考えられるな。1つは他の鉄道からの乗り換え付近の住民が一気に集まる鉄道であること。そしてもう1つは、6両編成と8両編成の車両しかないということだ。後者の理由では特に混雑は6両編成で起きやすく、8両編成は空いている時もある。もし混雑を避けたい場合は事前に時刻表をチェックし、8両編成の時間を選ぶといい。それによって劇的とは言わないまでも、少しは混雑率が下がると思うぜ。さて次は第5位の発表だが、第4位には第9位と同じく2本同率の路線がある。なので第5位ではなく、同率4位の路線を紹介しようと思うぜ。第4位が2本だから第5位は繰り上がった、ということね、わかったわ。それでは発表しよう。第4位1本目の路線は、JR 壁線、壁広島区間だぜ。壁、聞いたことがない地名ね。壁は広島市内の地名だな。広島県民でなければ全く聞いたことなくてもおかしくない。以前は壁町として存在していたが、都市計画で広島市に吸収された地域だ。そんな壁という地域を通る JR 壁線の輸送人員は3395人と特別多くはない。しかし混雑率に関しては、なんと 132% という数字を叩き出している。利用者は多くないように感じるけど、なんでそんな混雑率が高いの？その理由を調査してみたところ、私もその内容に驚愕したぜ。なんとこの JR 壁線、車両が最小2両、最高4両というすごく短い列車なんだ。最高4両？ああ、そして JR 壁線は全線が単線。それゆえに本数を増加させることが、非常に難しい状況なんだ。車両も短い、本数も少ない、それは混雑率が上がってしまうわね。車両の拡大を行うにはホームの拡大も同時に行わなければならないが、近隣が住宅密集地となっているため、それも難しい状況。しかし利用者は増える一方で、なかなか改善が困難な状況になっているぜ。広島県民も大変なのね。そうだな、広島シティネットワークという主要鉄道にも JR 壁線は指定されているが、ここまでの混雑状況だ、なかなか辛いかもしれないな。それでは同率4位のもう一つの路線を紹介しよう。JR 壁線と同率4位の混雑率を誇るのは、JR 埼京線の板橋池袋区間だ。都内と埼玉をつなぐ有名な路線ね。ああ、そうだ、JR を代表する路線と言っても過言ではないだろう。そんな埼京線の輸送人員は 36,860 人。JR 壁線と同じ混雑率 132% ではあるが、その利用者はやはり桁違いだ。ここもさすが首都東京って感じなのね。そうだな、そしてこの埼京線、初期は混雑率が 300% 近くにまでなっていた。300%? ああ、これは本来想定されている利用者の3倍以上が列車内に乗っていた状態。それが現在 132% まで落ちているのだから、JR の努力が見て取れるようだな。JR は一体どんな対応策をしたの？そうだな、混雑減少の理由としては、主として増便が当てはまるだろう。埼京線開通直後は11便しかなかったが、現在は19便。またコロナ流行前までは 187% の混雑率で、コロナも関係しているかもしれない。それでも増便だけで混雑率を 110% 近くも落としたなんてすごいわね。ああ、今後は増便が難しい状況ではあるが、それでもホームや車両の拡大は見込める。利用者が多い分、今以上の改善が行われるといいな。さて、ここからはついにトップ3の発表だ。
トップ3の混雑率、怖いけどやっぱり気になるわね。では発表していこう。鉄道混雑率ランキング第3位は、JR 武蔵野線の東浦和南浦和区間だぜ。これも有名な鉄道よね。ああ、首都圏に住んでいない人でも聞いたことあるに違いないだろう。JR 埼京線と並び、かなり有名な路線だな。そんな JR 武蔵野線の輸送人員は 22,770 人、混雑率は 137% となっている。この混雑の原因としては、やはりその本数の少なさがあるだろう。武蔵野線は他の路線と比べて、本数が非常に少ない。平常時は毎時6本、朝ラッシュ時でも8から11本前後しかないんだ。なんでそんなに少ないの？本数が少ない理由としては、貨物列車と線路を共有していることが考えられる。もともと都心を迂回する貨物ルートとして作られたのが、武蔵野線なんだ。そのため通常時はもちろん、朝ラッシュ時も貨物列車が走っているんだ。そういった理由によって増便できないのでは、と考えられているぜ。なるほど、それはなんか仕方ない気がするわ。もともと貨物列車用に作られた路線だものね、あまり無理は言えないのかも。そうだな、今後可能な対策としては、貨物と旅客の線路を分けることだが、これには膨大な時間と資金がかかる。やはり当分はこういった状況が続くのかもしれないな。さて、それでは第2位を紹介しよう。混雑率ランキング第2位は、西鉄貝塚線の那島貝塚区間だ。福岡市にある路線ね。よく知ってるな霊夢。その通り、西鉄貝塚線は福岡市内を通る鉄道だ。この西鉄貝塚線の混雑率は 140% とランキング2位として申し分ない混雑具合だ。しかし驚くべきはこの混雑率ではなく、輸送人員の方なんだ。一体何人くらいなのかしら？なんとこの輸送人員、2076人だ。2000人弱で混雑率 140%。ああ、今までの路線の輸送人員とのギャップに驚くだろう。この路線が混雑している理由は単純明快。本数が少なく、車両も2両編成だからだ。やはりそこが原因なのね。霊夢も薄々予想はついていたようだな。この原因は JR 信越線と同じ、首都圏外の路線ではよくある原因となっている。ただ JR 信越線と違うのは、利用者が混雑を意図的に避けることができるということだ。西鉄貝塚線の沿線地域を見ても他の交通手段が豊富で、JR 鹿児島本線も走っている。無理をして西鉄貝塚線に乗らなければ簡単に回避できるから、覚えておくといいと思うぜ。それではついに第1位を発表しようか。一体どこの路線が混雑率トップだったのかしら。それでは発表しよう。鉄道混雑率ランキング第1位は、日暮里舎人ライナーの赤戸西日暮里小学校前だぜ。東京都内を走る公営鉄道ね。そうだ、キャッチフレーズは人と自然に優しい新交通システム。コンピューター制御によって自動運転を行う新交通システムだ。そんな日暮里舎人ライナーの輸送人員は6815人、混雑率は 144% となっている。ランキング内ではダントツの混雑率ね。ああ、その原因は沿線地域の住宅街化が想定よりも大幅に進んだことだ。東京都は当初、沿線地域が農地が多かったことから、この地域に路線を開通した。しかし、開通後爆発的なスピードで沿線地域の住宅街化が進んだんだ。このことによって日暮里舎人ライナーは混雑率が上昇。開通10年で利用者が約2倍になってしまった。そんな急激に増加したのね。ああ、これに危機感を持った東京都は、増便と始発の繰り上げを実施。しかしこれでも大きな改善とはならなかった。そこで現在は各車両の乗車可能人数を増やす取り組みをしている。既存車両は245人だったが、新型車両は262人が乗車可能。たったの17人の増加だが、2024年度には全12編成を全て新型に移行する予定だ。これによって近い将来、混雑率が少しでも緩和されることを願っているぜ。どうだったかな？今回は鉄道混雑率ランキングトップ10を紹介したぜ。混雑っていうのは、単純に利用者が増えることだけで起こるわけじゃないってよくわかったわ。そうだな、そして混雑の解消に運営が様々な取り組みを行っている。また利用者側からでも様々な工夫で混雑を避けられることもある。それを頭の片隅に入れておくと、いつか役に立つかもな。そうね、私も私ができることをやってみるわ。もし今回の動画が面白かった、役に立ったと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくな。住んでいる地域の混雑している路線なんかがあったら、ぜひコメント欄で教えてね。それでは、ご視聴ありがとうございました。